お久しぶりです。滝さんです。前回の続きで24時間無人販売のフランチャイズを始めるということでスタートしたんですが、そのスタート直後、オープン直前に、契約中止という事態になりまして、もう今頭の中真っ白です。まあなぜそういった経緯になったのかちょっとお話ししますね。まず、達人の一品というところは本部がないんです。本部がなくてフランチャイズって名乗っていいのかって言われれば、これは本当どうなのかなと思いますよね。本来はきちっとした本部があって、新しいそのお店をやりたいっていう人たちを集めて指導して進めていく。そのために加盟金も払うんですから、その辺が本部がない、まあ、グループというか、まあそもそもグループで成り立っている会社ってあるのかなって、ちょっと疑問に思いましたね。まあ今考えると、まあそういうことだったのかな。自分が浅はかだったのかなと思いました。ただ、その令和の虎っていう、100万人登録している YouTube 番組に出ている、井口っていう社長が、その達人の一品を作ったっていうことで、まあこれなら安心だろう。って変な期待感を持っちゃったのがいけなかったんですね。だって、その人今までもう何十何百って事業やっていて、まあ、失敗したことはないって言うんです。それはすごい、なら大丈夫だっていうその考えもまあいけなかったんだろうけど、そういうことを期待してしまってスタートしました。でまず本部がないっていうことは、問い合わせ先もない。まあ、何々支店っていう、まあ、東京都の一つが本部代わりでやっていたみたいな感じですね。ただ今となったら、先週かな、新しく法人を立ち上げて作ったみたいなんですけど、それもまたおかしいよね。法人として本部を作る前に、募集して話進めてたんだから、詐欺と言ってもいいんじゃないかな、とも思います。まあだからいつまで経っても契約書とか送ってこなかったのかなと。だって物件も決まって、もういろんなことがすべて決まって、もう1ヶ月切ったよ。もうオープンは今月中だよっていうのに、未だになんかはっきりしない、その棚とか冷蔵庫も発送しないし、まあ看板も全部そっちでやってくれ、保険も全部そっちでやってくれって、もう全然ほぼ自分でやってましたね。まあそういうものなのかって自分も初めてだったのでわからないんだけど、結構他のところで聞くと、そういうのって本部がやるんじゃないんですかって逆に言われて、こっちは、なんて言ったらいいのかわかんないよね。相手に本部に問い合わせすればいいんじゃないんですか、本部がやってくれるんじゃないんですかって言われて、いえ自分たちが各々でやります。なんかそれ自体なんか信用なくすよね。あんたたちの会社大丈夫って思われちゃうよね。まあそういった不安を抱えながら1ヶ月半過ごしましたね。でもう立て続けに24といつでもスイーツ、これが同じ時期にオープンする。で皆さんコストコの商品を置いて、黒字化に向けて進んでいるみたいなんですが、自分のところは半径2キロ以内にコストップっていう大きな再販店があるんです。まあ、その他にメケルっていう、もう冷凍食品、日本中の冷凍食品置いてあるお店もあるんだから、もう強敵だらけです。もうそんな中でやるんだから、こっちはもう命かけ、いろんな情報を仕入れて、本部っていうかそのグループラインに投げかけているのに、結
構みんなスルーしちゃうんだよね。このスルーっていうのが一番、問題なんじゃないかなと思う。よく令和の虎っていう番組の中でも誰々がスルーしたとか話がなんか食い違ってきたとかって言うんだけど、ここも本当そのままで、これ本当ちょっと言っていいのかな。あの社長の井口さんっていう人、あのグループ作ってるんですね。その企業の話とか人生相談とかする、オンラインサロンか、 LINE のオンラインサロンを作っているんですけど、まあここでも私何回か、いろいろと質問したんですが、なんかおかしい。こっちが投げかけている言葉に対して返ってくるのがなんか違うんですよ。私ピーンときたんですよ。これ AI じゃないんかって。まあ AI っていろんな、だからその井口さんの情報をまとめた AI が返答する。まあ本人かはわかんないですよ。本当に本人が返答してるのかもしれないけど、本当に一言だけ。はい、そうですね。あ、そうですか。わかりましたとか、それ相談じゃないだろうって。あの、よく出会い系サイトとかもそうなんだけど、じゃあ会いますかって来て、こっちが、じゃあ本当に地元のこのお店の前にするかなんて言ったって全部スルーだからね。全く会話が噛み合わない。これは AI です。だからもしかしたらこの井口さんも AI だったんじゃないかなって今思いますね。怖いですよね、本当にそれだったら。ただ令和の虎関係だったら、あの L ステップとか LINE のなんかシステム作ってる人もいれば、あれは Instagram か、そういった社長とかもいるし、まあありえないことじゃないです。多分 AI 井口だったと思います。まあこれは本当ごめんなさい。私の勝手な思いで喋ってるだけだから、訴えないでくださいね。まあそういった感じで、まあいろいろあって、この、双方向噛み合わないんですよね。これ一番あってはいけないことです。で、そもそも契約はしてない。もう、家賃、不動産も契約して家賃も払うのスタートしているし、さあ看板、保険、電気、もういろんなことがスタートしているのに契約すらしてないんですよ。だから契約内容もわからないから、どういった感じで進めていくのか、その計画手順もわからないし、まあ、スケジュール送ってくれとか、なんでこっちが言うんねん。なんか順番おかしいんですよね。で、商品とかも全然見えてこないから、こっちは富山行ったり東京行ったり、いろんなお店の、下調べをして、どういったものを置いてあってどういう雰囲気なのかっていう、もう足を使ってお金も使っていろいろ調べたんですが、なんせ本部っていうかメインのところがそういった情報を流さないんです。で、最後もうだんだんとこの不満が溜まってきて、まあ最後は、やっぱインスタで周知する。人に周知しないとオープンした時なんて誰も来ないからね。まあチラシすれば、チラシ巻けば多少は来るけど、やっぱ今 SNS の時代だから、インスタとか YouTube とか TikTok、みんなやらなきゃダメなんだから、まあその辺どうするんですかってこっちから聞いて、はい、じゃあやってくださいって。おかしいでしょ、順番おかしいでしょ。で、じゃあその商品の材料、画像とか動画くださいって、それを出して、それをまた人に見せたり、こういうお店なんだよって紹介するからって言ってもくれません。で、その SNS 関係メインでやってる女性の方、まあいるんですが、その方のお店は個人で契約した
パティシエに頼んだ商品とかを置いてあるんで、その本部の商品ではないから紹介できません。それはおかしいよね。まあそれはいいんですよ。個人で好きなお店の商品を置くっていうのは全然いいんですけど、本部としてやるんだったら、まずこの商品画像、この動画を使って人に教えて広めてくださいっていうのが本来のあれやり方じゃないのかなって。いくら経っても画像を出してくれないんですよ。だからこっちは画像ないから、もう自分で AI でお店の雰囲気の画像を作ったりして出したり、もう出すもんないから BGM も作っちゃったね。BGM だよ。達人の一品っていう曲まで作っちゃって、それを出したりしてたんですよ。あと勝手に人のパクって、商品出したりもしてました。これも勝手に出すけどいいですかって、なんか聞いたんだけど、返答なしだったからもう勝手に出してましたね。もうそんな会社ありますか？本部として、普通で言えばちょっとそれ困りますよ。それ違反ですよ。何も言ってこないんですよ。じゃあバンバンとコピーして出そうかななんて思ってたんだけど、それを扱う、商品なのかっていうのもわからないから、これまたこっち困っちゃったんだよね。それで最後の方ではもうちょっとやりとりが半分喧嘩っぽくなってきちゃって、まあこれじゃいけないなと思って、まあちょっと商品全体も教えてください。その仕入れる商品リスト送ってくれって言って送ってもらったんですよ。まあ、そうしたらちょっと私の期待していた商品数より少なかったのかな。あとラーメンもちょっと少なかった。少なかったっていうか一つか二つしかないから、少ないも減ったくれもないよね。で、令和の虎に出ている、晩中村の晩味噌とか、島屋のラーメンとか、それは扱えるんですよねって言っても返答なし。それ扱えないんじゃ、ラーメンって対抗できないよね。だって道路挟んで向かいが有名なラーメン屋なんだから、もうちょっとそういった強みのある商品で、対抗して戦いたいなと考えていたんだけど、その商品も扱えないんじゃ、と思って、でスイーツは、同じ時期に2点スイーツショップが2軒もできて、スイーツも売り上げは絶対落ちるだろうって思っていて、じゃあラーメンにするかって言ってラーメンも置いてくれない。じゃあ令和の虎関係の商品ってどのぐらい置いてくれんだろうって心配になっちゃうよね、本当に。だけどみんな大丈夫です、このうちのデータの商品で大丈夫ですって言うんだけど、長野県は初だからね。長野県民舐めたらいけないよ、本当に。長野ってね、音楽で言えばいろんなアーティストも県民文化会館とか一度来てその後二度と来なくなったりするパターン多いんですよ。島国根性っていうのかな、なんか結構外のものを受け入れないっていう体制が昔からあるんですよ。まあ今の若いものはだいぶ変わってきてるんだけど、年配の方たちはそういった島国根性っていうのがあるみたいですね。まあそういうこともあるんで、私はもういろんな手を尽くして、もういろんな逃げ道、いろんなことを考えて、進めていたんだけど、なんか本部は大丈夫です、大丈夫ですよ、そんな初動で儲けようなんて思わないでくださいって。お前バカか、初動も取ってその後も取るじゃなきゃ生活できないでしょ。徐々に5万10万からとか、5万10万で生活できますかって、もう話どんどんとおかしくなってきちゃったね。まあ大体副業だから、無人販売やる人ってお店を持っていて、さらにちょっとやってみようかなっていう方たちが多分ほとんどなんだと思いますね。
私みたいに会社を辞めて、初の副業を独立してやるっていう人は本当に危険です。5万10万では生活できませんから、そういう感じで進めてもらえば、そのスイーツみたいな映えのショップとは違いますからって言われちゃえばそれまでで、ね、でも同じ商品を扱うんだから同じように対抗できるでしょうって私は言いたいんだけどね、もうそれを何回、やり取りしても全然ダメでした。で、私はインスタだ YouTube だって騒ぐと、向こうはバズらなきゃ意味がないですから、そんなの分かってるよ、その前に早く、周知をしたいんです。動画一つでも出して、みんなにこういうお店やるんですよって紹介したいだけなんだから、勘違いしないでよね。本当に24スイーツショップは同じ時期にオープンするときにフォロワー1000人いたんですよ。別に1000人いたからすごいよねとか同じようにしたいよねって言ってるわけじゃなくて、1000人にまず周知できてるっていうこと、もうチラシ配ってるのと一緒だからね。それを何にもしないでオープンしてからでいいよねじゃ遅いでしょ。オープン、する前に商品が入ってからみたいなこと言ってたね。ただオープン1週間前に商品入ってチラシ作れますか、新聞乗り込み作るのどのぐらいかかるか分かってるんかね、本部は。本部あって本部ないけどね。そういった段取り的なスケジュールも立てられない、まず初めにそれも作ってくれないっていうところがそもそもおかしくて、最後はバズるだバズらないとそんなことはどうでもいいんだよ。もう会話が全く噛み合わなかったですね。こっちはただ周知したいから動画少しくださいって言ってるだけなのに、向こうはバズらないからあんまり意味ないですよって。これが、日本で50億を超える社長なのかなって、社長と話はしてないか、 AI と話をしていたからね。もう最後は確定したね、本当にこれは AI だなと思ったね。そんなやり取りしていいのかなとも思うけど、契約金も払わずにもう最後辞めれたっていうのは本当に良かったです。だから今回の出費は私家賃分だけで済みました。家賃分だけつったっても3ヶ月と不動産の契約料とかもあるから片手ぐらいは飛んでいくけどね。ただ片手にゼロ足したぐらい経費はかけないで済んだのは本当に、早い決断でよかったかなと思いました。そんなこんなで片手の出費で済んだっていうのは本当に私は奇跡的に良かったのかもしれません。こういった動画で後で訴えるとかそういうのなしにしてくださいね。私はただ本当のことを言っているだけなんですから、その辺ごちゃごちゃしないように、私のこんな弱小チャンネル誰も見る人いないと思いますけど、一応念のために、言っときます。今回はフランチャイズ達人の一品というお店をオープンさせる、その1ヶ月前にオープン中止になりました。本当に私頭真っ白です。でもいい経験したなと思いましたね。これこのまま進めていたらどうなっていたんだろうって、これ地獄の一丁目ってよくみんな言うけど、そこには行かないで済んだ。この辞める決断も本当大事だなと思いましたね。今回は皆さんにもちょっとこの辺を共有していただきたいと思います。今回はこんな感じでフランチャイズ、オープン直前で中止というお話をしました。皆さんもいろんな人生経験してくださいね。